それでは、これから2023年度第1次筆記試験の合格体験談をお話しさせていただきたいと思います。まず最初に、私のこの試験の受験動機ですが、約35年前、通訳ガイドになれたらかっこいいと思い、ハロー通訳アカデミーの門を叩いたのが始まりです。しかし、当時の試験はマークシートではなく、すべて回答を手書きしなければならず、二度一次試験を落ちて、一度は諦めました。その後、7年前ぐらいに一次試験がマークシートになったことを知り、これなら自分でも受かるかもしれないと思い、再度挑戦をしております。私のこれまでの受験経歴ですが、約35年前に2回受けて一次試験で落ちています。7年前くらいから受験を始めて、4回二次試験まで到達しています。今年は二次試験が5回目です。次に、各科目の勉強方法、試験当日の状況などについてお話しさせていただきます。1番、英語です。過去に1回、英語の一次試験に合格したことがありますが、難易度が高いので、基本的には免除の方が負担が少ないと考え、ここ数年は各年で TOEIC の R&L テストを受けて900点以上を取る方針にしています。英語の一次試験に比べ、はるかに対策が立てやすく、受験回数も複数回あるので、一発勝負をしなくて済みます。英語の一次試験で合格した際は、過去問のうち和文英訳の部分のみ、すべての選択肢について、正しい選択肢だけではなく、間違いの選択肢について、間違いが何であるかを全部列挙できるように勉強いたしました。TOEIC では出版されている TOEIC の公式問題集を全部購入し、一通り解いた後、意味を間違えたり、わからない単語やフレーズをリストアップして書き出し、覚え直しました。また、自分の不得意分野のみ直前に全問題を連続して解き直しました。不得意分野はリーディングのパート5とパート6です。これらが早く解けば一番最後の文章題に時間を注力できると思い、ここが早く解けるようになるよう全部直前に解き直しました。パート5に特化した1000台以上ある問題集もやってみましたが、本物の問題集の方が効果が上がりました。2番、日本地理です。免除のために国内旅行業務取扱者の試験を取得しました。完全無料国内旅行業務取扱管理者試験ウェブ講座というウェブサイトで勉強しました。電車の中で1日1単元を勉強し、問題が全問正解できるまでやり直しました。アップデートした方が良さそうな内容は他ウェブページを調べて確認しました。地理についてはウェブ上で見つけられた過去問もすべてリストアップして覚えました。1回の受験で合格できたので、通訳案内士の地理よりも優しいと思いました。3番、日本歴史です。免除のために歴史検定に日本史2級を取得しました。2年間勉強し、2回目の受験で合格しました。広い範囲がまんべんなく出ますが、素直な問題が多く、日本歴史の一次試験のような難問・奇問はないと思います。
使った教材はビリギャル式坪田塾の日本史ノートです。これに足りない情報もすべて付箋に貼って書き足し覚えました。4番一般常識です。去年の過去を今年受けて合格しました。今年の自己採点は41点です。まず去年の過去問を見て傾向をつかみました。次に令和5年版2023年版観光白書解説動画 YouTube その1の動画を見ました。3番目に令和5年版2023年版観光白書ハイライト版を見ながらハイライト部分のところを中心にして問題を自作し Q&A をリマインド REMINDO というアプリに、載せてそれを3回ほど回しました。観光以外の一般常識については中学受験用のサイトを利用して同じように問題を作りました。同じようにリマインドというアプリに載せました。全部で約300問ぐらいになりました。それらを3回回しました。5番通訳案内の実務、これは昨年合格し免除でした。合格には法律関連の問題を時間内に読み解くことが必要だと思います。それには個々の法律の要件と効果を正しく理解することと法律特有の表現や問いの出し方に慣れることが大切かと思います。関連条文と過去問を繰り返し読むことが慣れにつながると思います。国内旅行業務取扱管理者の試験を取得した時の勉強がここに生きてくるのでおすすめです。法律問題以外は観光庁研修テキストの第1版を通読し大切なところを問題文にして自分で答えとともに録音し通勤中聞きながら答えを口に出して言う勉強法を取りました。次にメルマガ無料動画、無料資料などで役に立ったものです。すべて役立てていますが、特に二次レポートがとても良いです。実際の試験官と受験者の会話が細かくやり取りが書いてあるので、二次対策に欠かせません。6番、本日模擬面接特訓を受講させていただきましたが、続けて3時間たっぷり迎賓館で最高のおもてなしを受けて本当に感動しました。こんなありえへんおもてなしを受けると思っていなかったので心底驚きました。先生ありがとうございました。7番本試験に向けての決意表明です。今日先生から直々に教わったことを念頭に置いて残り36日を頑張ります。以上です。